まず私の方から冒頭発言をさせていただきたいと思います。去る18日に逝去されましたハベル前チェコ大統領の国葬が23日プラハで執り行われまして、日本政府を代表して私が参列してまいりました。その際クラウス大統領および同夫人、ハバロバ前大統領夫人、シュチェフ上院議長、ネムツォバー下院議長らに対して心からの弔意を表させていただきました。ハベル前大統領は共産主義政権による度重なる抑圧を受けながら、あくまで言論によって自由と民主主義を、中東欧地域に広めた同地域における民主化の象徴でございます。同じく人間の自由と尊厳に重きを置く我が国としてハベル前大統領の国葬に参加できたことは非常に意味深いことと考えております。なお国葬には英国からキャメロン首相、フランスからサルコジ大統領、また米国からはクリントン国務長官および元大統領のご夫妻やオールブライト元国務長官など多数の要人が出席をされておりました。そうした中で私が最も遠方から来た弔問客であるとのことで、チェコ政府からも大変丁寧に説をしていただけたことを付け加えさせていただきたいと思います。またチェコと日本の友好親善協会の名誉会長であるチャスラフスカさん、体操の元オリンピック金メダリストでございますけれども、が公邸に おいでいただきまして、40分ほどいろいろなお話を、させて、いただきまして、非常に大統領の未亡人からもですね、日本に対しての非常に感謝の念、等を表明されていたというのをチャスラフスカさんからお聞きをしたということもございましたことも、さらに付け加えさせていただきたいと思います。私から以上でございます。はい、それではご質問ございましたらどうぞ。はい、読売新聞の田村と申します。この度総理が訪中されて先ほど無事にご帰国されたということですけれども、改めまして外務省の方からですね、今回の訪中の成果と、残されている課題、この2つについてそれぞれ お考えをお聞かせいただければと思います。はい、もうすでに野田総理官房長官の方からもお話もあったかと思いますけれども、総論といたしましては、今回の訪中の期間中、総理は25日に温家宝総理と首脳会談を行いました。また26日には胡錦涛国家主席及び呉鵬全人代常任委員長との会談も実施をされております。全体的には和やかな雰囲気のもと、非常に充実したかつ率直な意見交換が行われまして、両国首脳間の個人的な信頼関係を一層構築できたというふうに評価をいたしております。また中国首脳との間で主に日中関係と北朝鮮情勢について議論が行われたことは非常に大きな意味があったというふうに承知をいたしているところであります。さらに細かく復元をすると少し時間も取ることになりますけど、日中関係ということでお話しさせていただきますと、野田総理からは日中国交正常化40周年に際する日中の戦略的な互恵関係の一層の進化に向けた6つのイニシアチブを表明させていただきました。具体的には政治的信頼関係の増進、2つ目といたしまして海に関する協力、3つ目は震災を受けた協力、
経済面での互恵協力、そして5つ目には文化人的交流、6つ目といたしましては地域グローバルな課題といった幅広い分野において協力と交流を進めていくことで一致をしたところであります。さらに北朝鮮につきましては、金正日国防委員長の死去という新たな事態のもと、朝鮮半島の平和と安定の確保は日中両国の共通の利益であり、緊密に意思疎通を行い、冷静かつ適切にこの事態に対応していくことが重要との点で双方は一致をいたしました。野田総理から拉致問題は我が国にとって最重要課題の一つであり、拉致問題の解決に向けて中国の理解と協力を改めて要請をしたというところでございます。以上でございます。お金ございましたらどうぞ。はい、かん、はい、使いました。毎日新聞の坂口です。総理明日からインドに訪問されますけども、改めてインドと の原子力協定の交渉に対するですね、日本政府のスタンスを確認させてください。まあ、先の国会でですね、懸案となっておりました原子力協定についておかげさまで、批准をすると、国会で承認いただくと、こういうことが、できたわけであります。そして今後いくつかのやはり国々との間でもですね、この原子力協定の問題というものが、ございますけれども、原子力の平和利用ということについては、日本の技術を生かしてですね、より安全で、確かな、そういう技術というものを提供させていただくということでですね、諸外国のエネルギー供給に対してですね、大きな役割を我が国も果たし得るということでですね、これらの諸協定については積極的にお約束をしているところについても果たさせていただくと、こういう方針で今後とも臨んでいくということになります。他にございますでしょうか。はい、青木さん。北海道新聞の相口です。沖縄普天間の、関係で、一部報道で環境影響評価書を政府が今日郵送手続きに入ったっていう報道がありました。それでそのことを把握していらっしゃるかどうかということと、あと外務省はこの間沖縄の方々の信頼構築に、力を入れてきたと承知、拝察しています。でそういう郵送というやり方がどうなのか、そういう、信頼関係再構築する上でその辺ご所見いただければ。環境アセスの問題については提出をですね、年内に行うということについても、これはこの方針には変わりないということでございます。私自身郵送でということの確認は今現在いたしておりませんので、そのことはよく承知していないところがありますけれども、たとえそうしたようなことであっても、ただその方針だけを持ってですね、沖縄の皆さんへの配慮というものは足りないということではなく、十分なですね、いろいろな前後のですね、配慮と気持ちをお伝えさせていただくというさまざまな方策というものを取りながらの措置になるというふうに思っております。他にございますでしょうか。はい、読売新聞です。すみません、冒頭の質問で大変申し訳ないんですが、その日中 の首脳会談でですね、報道ではですね、拉致問題で温度差があるのではないかというような報道があったりですね、経済関連でもですね、いろいろと課題が残されているのではないかというふうな報道もあるんですけれども、先ほどちょっとお伺いしたところでは成果についてお伺いしたと思うんですが、強いて今後の課題というかですね、これからの将来に向けての残されている乗り越えていく課題というんでしょうか、そういったものがあればお伺いできればと思います。
まあ、総理の方からでもですからもですね、いろいろなお話を、まあ、させていただきまして、それぞれ、中国の首脳からもいろいろなお答えをいただいております。まあ、例えば北朝鮮との問題につきまして、特に、まあ、拉致の問題についても拉致被害者を含む邦人の安全の観点から、まあ、中国の、まあ、協力ということを、まあ、要請をさせていただいたわけでありますけれども、中国側の方から温家宝総理の方からはですね、日朝双方の対話と協議を通じて拉致問題を含む関連の問題が適切に解決されることを、まあ、望むと、そういう旨の発言が、ございました。まあ、私たちとしてはですね、これらの問題についてはなお、まあ、今後の当然、大きな日本国にとっての課題でありますので、中国政府の方にですね、さらなる具体的な、まあ、協力の中身についてもそれぞれ、司にですね、情報の提供等を求めていく等の協力を今後の要請をしていくということになろうかと思います。そしてまた6つのインチアチブの問題についてもですね、まだまだこれから詰めていかなくてはいけない問題が多々あるわけでございますので、こうしたことも今後の課題になるということだと思います。以上です。他によろしいでしょうか。はい、よろしければ終わらせていただきます。ありがとうございました。